毎回毎回事後処理する私の身にもなってくださいませ。これではどちらが悪党なのかわからないですわよ。戦いに犠牲はつきものだ。寛容な心で許せ。そんなに寛容になれたら全人類とっくに悟りを開いてますわ。ならば開け。それで万事解決だ。本当に小賢しい娘。そこ、何我関せずと優雅にお茶をたしなんでいるのですか。え、俺？あなた以外に誰がいます。思いっきり当事者でしょうに。稲田、この人は客人ではないのですから、お茶など出さなくて結構。いえ、私は何も。あ、俺が勝手に入れた。なんて無益に行動的なんですか、あなたは。ああ、もうこの人たちは調査をするだけでも町を破壊するし、デモンベインで出撃したら破壊どころか怪人と化すし、このままじゃデモンベインが完全に悪者ですわ。ああ、おじい様、こんなのってありません。こんな無様なの、私の知っているデモンベインじゃございません。正義じゃありません。愛も変わらずのジジコンか。見苦しい。黙りなさい。フル新聞と一緒に処分しますわよ、三流パルプ娘。いいですか、大十字さん、アルアジフ。また何か大きな問題を起こしたら、今度こそ本当にデモンベイン降りてもらいますからね。断る。このどこまで波動財閥を甘く見れば気が済みますか。こうなれば皮膚がただれ、内臓が腐れるほど劣悪な地下の暗黒工場に収容して、人間としての一生に終止符を打ってやる。ワイン片手に薄ら笑いを浮かべて見下してやる。落ち着いてくださいませ、お嬢様。さすがにそれはシャレになってません。怖っ。妙にリアリティがありすぎて。これだから金持ちは。しかしだ、これでも精一杯頑張っているつもりなんだけどな。気にするな。なればなれのやれることをやればよい。誰に理解されずとも、わらわはなれを理解している。
それよりもバルザイの演説塔はどうなったかだな。まさかアレスキのことで滅びるはずもあるまいて。放っておくとことだぞ。分かっている。早いところ見つけ出さないとな。今日はとっとと寝て朝から動かねえとな。ところでお前さ、なんだ？いい加減人のワイシャツを寝巻き代わりに使うのはやめれ。ただでさえ数少ないんだからよ。何を言うか、裸ワイシャツの美少女といえば男のロマン、男の本懐といったところではないか。それくらいのことは我慢せえ。ほれ、この袖口がだらんとしているところがポイント。あとは裾から伸びる白い足。なんでそう偏ったところばかり俗っぽいんだお前は。テケリリやった、ついにやったぞ。昨日はようやくあの第十字クロウとアルアジフに一泡吹かせてやったのである。なのに我が輩、一つ深刻な大怪我を負っているのはなぜに。まあよいよい、我が輩の頭脳は魔術をも超えることが証明されたのであるからな。そうだそうだとも、我が輩は魔術すら科学で支配してみせる。我が輩はドクターウエスト、科学の申し子ドクターウエスト。忌まわしいデモンベインだけ。しかしそれも問題ナッシング。エルザのシステムとこのスーパーウエスト無敵ロボ 28号DX が合わさればまさに鬼に核弾頭。世界を滅ぼし尽くして革ジャン着たモヒカンの悪党がチェイ振り回して暴れるような未来をもたらしてもまだお釣りが来るといったところである。最後の聖戦である。行くぞエルザ、デモンペインを高天板に打ち破り最強の称号を我が輩のもとへ。エルザ、そういえばエルザの姿が見当たらぬのである。これは重大な落とし穴。この我が輩の不思議な目をもってしても見抜けなかったのである。エルザ、エルザはイズコ。マイフェアレディエルザ、カンパワーク。映画高速度で連続撮影したフィルムを映写機によって投影し、一連の物語や映像などを映し出すもの。データに登録。
検索。該当単語あり。データに登録、保存。あ、そこの君、ねえ、ちょっといいかな。君、かわいいね。名前なんていうの？今、暇？どう？これから俺らとお茶でも。君、変わった服着てるね。どこの服？いや、似合ってるよ。検索。茶。括弧1、茶の木、ツバヒカの常緑低木、中国原産と言われる。括弧2、括弧1の若葉を用いて製造した飲み物の原料、またそれに湯を注いだ飲料。エルザ、飲食類は受け付けない。お茶飲めないロボ。おい、無視してんじゃねえよ。ちょっと付き合ってくれればいいんだよ。すぐ済むからさ。ほら、聞いてんのかてめえ。敵対行動を認識、戦闘モードへ移行。目前の敵の排除を行うロボ。あ？何ブツブツ言ってんだ？電波がおめ、うわ！うわ！痛え！痛えよ！何しやがったってね。失礼しました。ですか？とにかくお互いやめなさい。敵増援、重火器による武装を確認。こちらも重火器を使用するロボ。安全装置解除。やたらと騒がしくないか？さあな、いつものことといえばいつものことだが、昨日なんだ、ビルを3つ倒壊させたしな。それを言われたらその通りだけどよ。だけど、あの円月島が暴れているかもしれないぜ。そこまではっきりと動いておれば、さすがにダウジングに頼る必要もなく感知できるな。よって、それはないだろう。
ああそうかい。アルアジフの所有者、ブラックロッチの敵対者、攻撃目標優先ランク S。 お前、あの時の人造人間。おい、今日は自主休業だロボ。お前と戦う理由はないロボ。自主休業？抵抗をやめろ。お前は包囲されている。ある。なんだ、主。俺はお前と出会ってからやたらと嫌な予感が当たるようになってきた。この状況の場合、嫌な予感もへったくれもないな。一目瞭然だ。なんだ、隣の男は。女の仲間のようだが。二人とも手を挙げろ。妙な素振りを見せたら発砲する。なんか知らんが共犯者に仕立て上げられている模様ですが。そのようだな。どうせ倒すか。ただでさえ疑われているのに油を注ぐな。さっきの男の仲間がまだいたのかロボ。状況認識、攻撃を開始するロボ。そこを、さらに物騒な真似はよせ。来たぞ。撃て撃て。警察相手はやめれというのに。ロボ、邪魔をするなロボ。離すロボ。いいから逃げろ。ああ逃げたぞ。男の方が手引きしたぞ。応援だ、応援をやめ。おお、これで完全無欠に共犯者だな。黙れ。俺の人生のフローチャートは全部が全部バッドエンドへの分岐かよ。ダチクショー。俺に関わる女はどいつもこいつもみんな俺のことを全力で陥れたがる。運命の星が呼び寄せるんだろう。そういうのばかり。お前もだ。
大体こやつは放っておいて我らだけで逃げればよかったではないか。しまった！やはり自分で呼び寄せておるのだよ、ナレは。男に抱きかかえられたのは初めてロボ。突然何を言い出すかわけわからんやつだが、そもそもお前は生まれてどのくらいになる？3日目ロボ。そりゃ初めてだろうな。ジェネレーターの出力が上がっているロボ。体内温度の上昇も確認。これは一体？そりゃ熱くもなるだろうよ。あんだけ好き放題打ちまくってりゃな。そうか、これが恋ロボか。なんかどこをどう理論展開すればそんな結果が導かれるのか全然理解できないほど、突然に唐突に脈絡もなくとんでもない怖いことをのたまっているぞ、このロボっ子は。わらわに振られても。さっき街角の映画予告でやっていたロボ。ガーアクションがスリルでサスペンスでハードボールドでロマンスなんだロボ。女子の極限で愛が芽生えるロボ。すなわちエルザを敵の手から救い出してくれた第十字クロウにエルザは続婚ラブ。多分ガンアクションを展開していたのは君だけで、俺は巻き込まれただけですが、いかに。ついでにサスペンスもハードボイルドも微塵のかけらも見当たりゃしねえし、警察に追われるような後ろぐらいスリルはごめんだ。最後に、お互いの合意が得られない関係はロマンスとは呼ばん。大丈夫ロボ、大概はラストで取ってつけたように愛を語らって抱き合うロボ。なんでどいつもこいつも知識がこう偏ってるかな。もう、しかしそれとは別に攻撃を邪魔されたのがムカつくので、やっぱりお前を倒すロボ。おお、貴様は好意を抱くか殺意を抱くかどっちかにしろ。乙女心は複雑ロボ。わけわかんねえよ、つうかわかりたくもねえ。クロ、遊んでばかりいるな、こっちを見ろ。遊んでねえ。で、ダウジングが。なんだ？うわあ！急ぐぞ、クロ！わかった！エルザを無視するロボか？どうした？状況を報告しろ。わかりません。突然パトカーが真っ二つに。何なんだ一体？新手か？になりたくなかったら警官全員下がらせるんだ。これは俺たちの仕事だ。お前たちは犯罪者なのか、それとも
新手の正義の味方だ。このエルザを敵に回しているロボ。バカ、今お前の相手をしている場合じゃ。ああ見殺しは後味悪いだろう。助かったロボ、マイターリン。一気に格上げかよ。泥沼だな。
う戻ってきやがった。こっちこそ泥沼だ。今までの借りだ。取っておけ。